今日は、小島にやってきました。ちょっとブラブラシリーズで行ってみようかなと思います。特に何かあるっていうわけでもなく、若い子の子供の服がジャケット、なんでこんなとこにあるんでしょう。どっか道が続いてますね、これ。あ、ちょっと遊歩道みたいな感じかもしれないですね、これは。なんかかなりあのこの上歩道がね、もうほぼないというか、もう車のねスピードがものすごいので、まあ、事故とかあるので、ここが多分歩道というか、まあ、迂回路というか、まあ、上でも行けるんですけど、まあ、もしくは旧道だったみたいな。さらにところどころであのお菓子の食べかすとか、まあ、あったりするんで、そういうちょっとハイキングコースみたいな感じなのかもしれない。ここにも服が、こっちはさっきの、神社というかお寺というかから繋がってるのかもしれないです。
この先行ってみますと、感覚的にはなんか下っているようなね感じなんですけど、どこに行くんでしょう。ただこの上にね電線があるのでなんかあるかもしれないです。なんか建物らしいものがあります。なんか相当古い、この下にもね、なんかいろいろとねありますね。でもただこの先立ち入り禁止なのでいいかなと思いますけど、普通の民家があります。屋敷というか建物が、いや行けるのかな。こっちからは行けそうにないですね。おそらくこの道は先ほどの、家があったんですが、そのための道かなと思います。でもところどころでゴミとかジャケットとか、子供の服とか置いてあるので、なんかちょっとね不気味なね感じがします。せっかくなのでこの横の道行ってみようかなと思います。何かあるかもしれない。薬がね置いてありますね。これエクメット糖尿なんとかって書いてます。理由があってここに来たのかな。
からの景色はいいんですけど、照り返しがもうすごいです。ここでほぼ道は止まってるようなね感じで先に見えるんですけど、多分無理でしょう。で、ここにね道があるんですよ、階段が。多分これは先ほどの神社に行く道なのかな。散乱してますね。まあ、お盆なんか業務用のねゴミですねこれ。お盆でちょっとラジカセのような二つに分かる。ウェットシートこれ真ん中に入ってますね。あ、こういうところにねゴミがあります。ペットボトル、まあ、お酒の缶とかいっぱいありますね。かなり謎スポットですけど、人が訪れないので多分こういうねちょっと寂しい感じというか、ゴミの捨て場になったりとか、ちょっとなんかわけのわからないというか、ちょっとそういう道になってて、まあ、なんかうまく使えばね遊歩道とか散策できるよねスポットになったりしそうな気もするんですけど、こう切り開けば本当に素晴らしい展望台になるかなと思います。よし帰ります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。